皆さんどうもこんにちは、キーラスです。今回もポケットモンスターシャイニングパールの方やっていきたいと思います。前回の続きからやっていきましょう。前回確かコンテストショーに来てよみたいな感じで言われて進めましょうか。あら、ごめんなさい。スーパーコンテストショーですか？うふ、楽しんでください。ちなみにこのヨスガはジムリーダーメリッサはスーパーコンテストショーでもすごく強いそうです。それって私のことですけど。あなたももっともっと強くなってください。そうしたら勝負しましょう。スーパーコンテちょっと待って。なんかね、ボールをデコってくださいみたいな、ボールデコってねみたいな言われたんで、ボール、なんか1個だけデコったんですけど、よくわかんない。なんか増えてる。何これ。ダークシール、毒々しい霧、プリティシール、スカイシール、ロックシールとか、これちょっと使ってみようか。こう貼って、あ、めっちゃある。紫かわいい。なんか2枚だけ貼っとこうじゃん。これじゃあ、ルクシオにつけとこうかな。これでいいかな。よいしょ。とりあえずコンテストショーから行こうか。あ、さっきのあらアクエリアス、あなた綾子さんのお子さん？じゃあスーパーコンテストショーすごいかも。さあどうかな。アクエリアスとスーパーコンテストショーのこと話したこととかないもんね。それよりあなたたち知り合いなの？そうだった。さっきの俺このシールもらってね。コンテストに出るとき、そのシールをポケモンのボールカプセルにつけてあげるといい感じ。じゃあ私審査員だから、よかったらあなたもショーに参加してみてね。練習もできるから。じゃああやこさん失礼します。驚いたアクエリアス。ママ退屈でよすがに遊びに来たらあなたがいるんだもの。こっちが驚いちゃった。なにスーパーコンテストショーに出るの？ポケモンの大舞台なのにあなたがいつも通りじゃダメよ。これを着ておしゃれしなさい。ドレスきっと似合うわよ。だってママが選んだんだもの。じゃあスーパーコンテストを楽しんでね。ショーではあなたのポケモン、いつもとは違った魅力を見せてくれるはずよ。じゃあね。じゃあちょっと一回やってみましょうか。ここかな、受付。お、通信はいいや。ちょっと。ここ？あ、練習だ。練習しましょう、じゃあ。対しで行ってみよう。ボールカプセル、これでいいよ。ちょっとこれ練習ですから、ちょっと練習ちょっとやっていきましょう。説明、ビジュアル審査、これ何これ、ちょっと待って。ポケモンのリズム感が消化されます。ノーツが流れてきます。 A ボタン、分かった。おー、なるほどね。なんかリズムゲームみたいな感じ。これ楽しいね。ダンス審査では1回だけ X を押してコンテストの技。成功ポイントを貯めれば会場ランクがアップ、ステージが豪華になります。一回ちょっと練習してみようか。え、なんかすごい。え、なにこれ。わ、結構むずいこれ。結構むずいこれ。気持ちちょっと早めに。え、あ、そうだね。うわ、ちょっと待って、ちょっとむずいあー、なるほど。え、待って、コンテストの技使い忘れた。ちょっと。あー。なるほどね。オッケーオッケー。了解。キモスーパーコンテストに、ポフィンケースを持ってない。賞に出ても優勝は厳しいかもよ。それでも出てみるな。右の受付で練習をしてみるといいかもね。ポフィンケース？そういや、なんか前回言われた気がするな。へー。ちょっと待って、なんかポフィンケースちょっともらいに、今何したらいいんだこれ。間違えた。よすがシティを探索しよう。探索するんだね。分かった。じゃあちょっと探索しましょうか。ん？何これ。あとシール貼る、シール、ああ。探索ちょっといっぱいしようか。地下大洞窟の秘密基地に好きな石像をすらりと並べ、それが私の生きがい。あとどこ行こうかな。行きたいんや。公園地方からやってきた。ん？なんだろうこれ。あ、コンテスト会場まで送って、あっこや、多分ポケモン大好きクラブってとこ、多分あそこだと思います。ここまで運んできてくれてちょっと悪いんやけど、ちょっと私行くところがここだよね、多分ポケモン大好きクラブ、おそらくあだね。あれどここれ、え、ほんまこれ、あ、そうね。会長、あなたはポケモン可愛がるときどうしていますか？ポフィンを食べさせることで愛情を伝えられるからです。例えば甘いポフィンを食べるとポケモンのその可愛さが食べる前よりもアップします。例えば辛いポフィンを食べるとかっこよさ。ポフィンケース、あ、もらったポフィンケース。ポフィンってどうやってあげるの？ここ？これなんだろう。なんかもらったんだけど、これ何？わかんない。え、なにこれ、今の、あー、レーダーのあれか。これはそこそこ仲がいい。あ、これ待って、ポケモンこれ全員さ、上にやったらちょっとやってくれるんじゃないかな。あ、仲がいいんだ。ルクシオは間違えた。あ、仲がいいんだ、やっぱ。よし、これでちょっとポヒンケースもらったし、ポヒンケースどうやってあげるのこれ。あー、なるほどね。これでなんか集めていく感じか。じゃあ一旦コンテスト本番行ってみようか。ルクシオで行こうかな、じゃあ。ここかな。かっこよさ、かっこよさ、かっこよさでいいや。ノーマルで。じゃあ次ルクシオで行こうか。スパークでいいかな。あれ待って、今さっきなんかボール張ってた。じゃあコンテストスタイルで。ボールもうちょっと張った方がいい。あ、ちょっと。コンテスト技って使える？あ、連鎖めっちゃ来た。3連鎖。ああ、なるほどね。こんな感じなのね。すごいね、なんか。あ、終わった。あ、成功や。めっちゃちょっとしか上がらないね。やったー。めっちゃなんか僅差じゃねえでも。やったー。いろんなところ行こうかな。これ何？ここ何？ふれあい広場西ゲート、ポケモンと楽しくお散歩。ピカチュウだ。ポッ。あー、ここってボールから出せるの？あなたの可愛いポケモンと一緒にお散歩できますよ。ポタイチ参加できるの？あ、すげえすげえポタイチついてくる私毎日ここにピープクと。すげえ。メロメロ。待って、めっちゃ可愛い。木の実を調理してポフィン。あ、ここでポフィンを作るんだね。オッケー、了解です。すげえ、めっちゃついてくる。かわいい。ああー、なるほどね。ああ、ほんとなんかある。もののけプレート。宇宙生まれし時、そのかけらプレートとする。ん？あ、すげえ。じゃあ閉じ込められたかと思ったわ。めっちゃ可愛いかわいい、かわいいです。お守り小判、ごめんね。こういうところもあるんだね。こっちは何？あ、こっち？おや、お客様、外に出たがってるようですね。ポケモンちゃんにそのように思わせるとなんて本当に特別なんです。これから広場以外でもポケモンちゃんを外に出してあげると。え、マジで？出せるようになるのこれ。マジ？ちょっと出してみよう。どうやって出すんでも。なんかお気に入りのなんかあれがどうやって出すんやろ。ここでは出せないのかな。あ、え、出る。待ってめっちゃ可愛い。ここどこ？ほんで、あ、ここか。でジム、ここ行ってみようか。ジムリーダーのとこ。ここに良かったっぽいね、多分。え、ここに来たってジムトレなぜって聞く先に答えちゃうとジムリーダーがいないからだ。んでも多分また別のとこ行くんかな。どこに行くんや。待って、めっちゃついてくる。かわいい、かわいいよ。ああああ、そっちでいいんかい。じゃあ待ってたぜよ、クイです。お互いどれだけ強くなったかここで比べるぞ。ポケモントレーナーならいつだって戦えるようにしておくのは当たり前。待ったなしだぜ。マジ？お、4体になってる。ムック、お、一番最初6数だ。さあどれほど腕前か。よし、さあどれだけ強くなったか。ブイゼルはそのままでいいかな。ブイゼルにゲットしたんだね。やったな、こっちもすごいの見せてやる。すごいの、すごいの。ブイゼルかわいいね、やっぱ。よし、林髪、はあ、林髪になってる。じゃあ、入れ替えようかな。じゃあポニータで。ステルスロックか。オッケー。お、23、22だ。お、ポニータを持ってるんだね。あ、でもステルスロックあるから、あ、でもまあまあ大丈夫かな。そうだね。よし、勝ったー。うわー、また負けたのかよ。これじゃあ最強トレーナーに挑む俺の夢が。いや、もっと強くなって勝ち続ければいつか。よし、次はトバリシティのポケモンジムに挑戦するか。じゃあな、ケイラス。次会った時の俺の成長に驚け。これでいけるようになったのかな。これジムリーダーもいけるかな。まだっぽそう。トバリシティに行かないといけないのか。なるほど。トバリシティ行きましょうか、じゃあ。この奥とか。あれ違うわ。待って、めっちゃぽったいしついてくるのかわいいわ。ポケモンの卵いる？ズイタウン名付かり。ん？なんかもらった。え、誰の卵？次、誰の卵？ん？この先に壊れた石の塔があるんだけど、何なのかしら。すっごく気になるわ。卵？何の卵？109番道路。叩かないといけない。この奥とか。甘い蜜を見つけた。この人は話しかけても。ここでビエダルと特訓おろろ先にスーパー必要な先輩にこれをお送りします。エレキシール頑張ってね。あ、来た。お、ロッキーだ。ラッキーとはちょっと戦っとこう。ラッキーって確かめちゃめちゃ経験値もらえたはず。吠えるわー。あーでもどうしようかな。吠える相手を逃がす控えのポケモン。あーそれはいいかな。じゃあここで行こう。バッグの大切なショートカット。あ、ショートカット。あ、これか。壊れた石の。行っていいかな。リゾチウム。よいしょ、降りて。こっちか。あれ、あれ何？ここ何？ここなんか神秘的な空間ね。お墓？叩かないといけない。先に進みましょうか。魂の眠り場所。ここがロストタワーなんだな。こっち行けるね。はい。鋼の翼。ぽったいしー。これいけるね。お、ズイタウン。ここはズイタウン。気ままに暮らせる街。どこまで行けって言われたっけ。トリバシティだ。ん？旅のトレーナーさん、ここはポケモンジムはないの。トバリかのもせ。預かり屋では時々卵が見つかるんじゃ。しかもいつの間にやら見つかる。誰かが置いていくのかな。そう、誰もポケモンが卵を産んだ瞬間を見たことがないんですって。だからポケモンが卵を産むとは証明できていないの。うーん、預かり屋、ここか。預かり屋ってもっかして、あ、わしは預かり屋ばあさんじゃ。ポケモンを2匹まで預かって世話をするぞ。何か預けるかい？いいや。これ。奇跡の落とし物、ポケモンの卵。預かり屋で心を通わせる。わしは預かり屋じいさんじゃ。ここでみんなの大事なポケモンの面倒を見ておるぞ。あ、ここで預かってくれるんだね。210番道路に来た。なんかありそう。降りましょう。こっちちゃうんだ。あれ、あっちで合ってるっぽいわ。合ってるっぽいですね。じゃあ行きます。よいしょ。スーパーボール。よいしょ。こっちかな。山小屋か。215番道路に来た。雨降ってる。これ何？お、甘い蜜塗った。卵TPエイド。え、ポタイシなんか持ってる。こうやって喋れるんだね。かわいい。あれ？私じゃないの。それ私だって歩いたり止まったりもします。だって人間、本当は戦わないんだね。とりあえず、あ、ごめん、ポッタイスめっちゃ置いてってる。ポケモンの技も物理と特殊の2つに分類されます。あ、モンスターボールある。エフェクトワード。あー、いけないね。電撃波。もうちょっと先進も。あれ、こっちじゃない。あ、奥だね。はあ、はい。ポケモンセンター早く行きたいな。お、トリバリシティ着いた。ちょっと待ってね。先にこれ岩に囲む。これこれだけなんか木ある。ちょっと待って。あった、ポケモンセンター。ポケモンセンターで回復だけして、今回はここまでにしようかな。次回はこのトリバリシティを探索していこうと思います。それでは皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。では皆さん、バイバーイ。